塗っていてはみ出しちゃったっていう時に、そのはみ出した部分の絵の具や水分をティッシュで吸い取るというのが第一になります。ティッシュが濡れた状態の方が色を取りやすいかもしれないです。あんまり色が取れなくてなんかかえって汚くなってしまいましたが、残ってしまった色の跡も有効活用できるかもしれません。もうビャーってはみ出しちゃったとか、違う紙に書き直した方が無難かもしれません。上から絵の具を塗ってもマスキングインクが弾いてくれます。マスキングを使うと確実に白抜きができます。こんにちは、山田幸子です。水彩画では白い絵の具を使わずに紙そのままの白地を活かして塗ることも多いと思います。ですがうっかり色がはみ出してしまったとか、紙の地を残すつもりがうっかり塗ってしまったということありませんか？今回はそんな時のお助け、水彩画の修正方法をお話しします。人それぞれ描き方のスタイルがありますので、あなたの参考になれば幸いです。まず塗りたくないところにうっかり色を塗ってしまった時にすぐ対処できるように近くにティッシュを置いておきましょう。塗っていてはみ出しちゃったっていう時に、そのはみ出した部分の絵の具や水分をティッシュで吸い取るというのが第一になります。これは乾かないうちに行うのが基本です。ティッシュは乾いた状態でもいいですし、水でちょこっと湿らせた状態のものでも良いです。こうやって塗っている時にはみ出してしまったら、その絵の具が乾かないうちにティッシュで上からポンと叩いて絵の具を拭き取るようにしましょう。ティッシュが濡れた状態の方が色を取りやすいかもしれないです。ゴシゴシ擦ると髪が傷む恐れがあるので、軽い力でポンポンと上から押さえつけるようにして取りましょう。絵の具がこうやって塗っている時にはみ出してしまって、でその色が乾いちゃったという場合でも、水を含ませた筆でなぞって再度水で濡らせば色を取り除けます。頑張って何度かティッシュを押し当ててはみ出した部分の色を取ってみました。少し跡が残りますし、使用している水彩紙によってはほとんど色が取れない場合もあります。こういった目が細かい水彩紙の場合は、絵の具の乾きが比較的早いです。なのではみ出した色をすぐに取っても絵の具の乾きが早いのであんまり取れないことが多いです。濡れたティッシュで上から叩いてみてもあんまり色が取れなくて、なんかかえって汚くなってしまいましたが、この紙はちょっと廃盤になってしまった紙なんですけれども、ファブリアーノのエキストラホワイトというもので、すごく紙の目が細かい極細目となっています。紙の目が細かい場合ははみ出した絵の具を取り除けないことが多いので、慣れないうちは中目か粗めの紙を使いましょう。ここにうっすら色の跡が残ってしまってますが、例えばこのリンゴの場合は影を右下の側に落として描くことで残ってしまった色の跡も有効活用できるかもしれません。でもこのリンゴには右上から光が当たっているので影は左下に落ちるのが自然です。色の跡が残っちゃった時、どうしても何とかしたいなっていう時は透明水彩の白い絵の具を使います。もしくはもっとはっきりした白色にしたい場合はアクリル絵の具の白を使っても良いでしょう。紙の白さとはまた違った白になっちゃいますが、はみ出した範囲が少しであれば結構濃いめに白い絵の具を溶いてで隠してしまうと、ちょっとの範囲なら違和感が少ないです。もうビャーってはみ出しちゃったとか、あまりに広い範囲に塗り間違えてしまった時は違う紙に書き直した方が無難かもしれません。失敗してもいい勉強になったということで次に活かしていきましょう。そもそも最初から色をはみ出さないための工夫もあります。じゃん、マスキングです。マスキングにはテープやペン、インクと様々なタイプがあります。
まあ、私の手元にあるのはテープとインクのタイプですね。色を塗りたくないところをこういったものでカバーして、で塗った後に剥がします。マスキングの粘着力によっては髪が傷むこともあるので、比較的表面の強い水彩紙を使いましょう。テープはカットして貼ります。マスキングをした方が形が綺麗に出来上がります。で、こういうインクとかペンのタイプのマスキングは、今インクタイプのマスキングを少量出しました。これ使い捨ての容器があると便利です。はい、この状態だとなんか全然見えないんですけれども、マスキングインクを塗ってから完全に乾くのを待ちます。完全に乾いたのを確認してから色を塗りましょう。上から絵の具を塗ってもマスキングインクが弾いてくれます。で、あとは絵の具が乾くのを待ってからマスキングした部分を剥がすんですが、特にインクタイプのマスキングを使う時の注意点です。このインクを塗る時の筆はできたら100均とかの安い筆を使うことをおすすめします。もうね、ご覧いただければわかると思うんですけれども、マスキングのインクをつけた跡が筆に残っちゃってます。これなかなか取れないんですよ。このマスキングインクは乾くとガチガチになって洗うのが本当に大変なので、使う筆はダメになっても構わない筆にしてください。もう間違ってもね、お気に入りの筆を使わないようにしてください。下手するとね、もう次には使い物にならなくなっちゃったりとかするので、マスキングに使用した筆は石鹸水で洗うとこの頑固なゴムゴムが比較的落ちやすいです。はい、じゃあ絵の具が乾きましたので、このマスキングして覆ったところを剥がしていきます。剥がすために使っているのはラバークリーナーという、なんかこんな感じの輪っかになったゴムみたいなものです。すごい不思議な触り心地がします。手で軽くこすり取っていきます。こんな感じで剥がせました。ちょっといまいちなところもありますが、マスキングを使うと確実に白抜きができます。マスキングは少しコツがいりますが、髪の白さをそのまま残して塗れる確実な方法だと思います。私もマスキングに関しては最近始めたのでまだ不慣れですが、徐々にレベルアップしてマスキングに関する動画をいつか皆さんにお届けできたらと思っております。というわけで、今回ははみ出しちゃった絵の具の修正方法をテーマにお話ししました。動画良かったよという方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。